重は430、最後はいくつ前2月だ、430、前が386だから、そっか、はい、どこが毛が抜けるの？あ、ここ脇のとこ赤いね。そう、ちょっとこれちょっと持ち上げて映せるかな。何もわからない、わからない、真っ暗すぎちゃう、真っ暗すぎてわかんない、めっちゃいい。ちょっとね、悩んだよね、ちょっと太ってるんだよね、この子。餌はだいぶ少なくはして、今何グラム食べてます？1日朝は、こっちが夜で、こっちが朝。ハリネズミフードが丸いやつで、ちっちゃいのがドッグフード。あ、ドッグフードも入ってるの。まあ、袋はそんなに重くないと思うから、ちょっと上の部署とか回し車を買って、時々やらせてもらう。これだけっていうか、毎日乗せてやる。こんなぐらいだったら、11g。別に全然多くないよね。ですよね、少ないです。あのさ、最初の頃に出したさ、スプレー保湿剤とティーツリーオイルコンディショナーっていうのとさ、ティーツリーオイルスプレーって残ってます？はい、やってる。あ、残ってますよ、毎日やってます。 OK、 ちょっとあの寄生虫の薬、セラメクチンつけてそのスプレーをかけて、あとちょっと抗生照射療法ですね。で、お家では特にあの赤そうなところ、かゆそうなところ、まず動からこれね、はい、抱っこして透けれるかな、無理だよね、ここだお家だとできますよね、できます。特にあの脇のところにさ、このキーツリーをかけたい、まあ、両方かけたいんですけどね、で1日2回ほど、はい、じゃあもう一回ここにかけれるか、シュッてやった途端にシュッてやった途端に、よし、そのまま抗生照射やろうか、やってくる、よいしょ、はい、食事をさ、あげる時間は何時と何時ですか？シワができるじゃないですか、そんなことあって、でシワでさ、気温が高いからさ、濡れてさ、ちょっと赤くなって皮膚炎になって、それで気が抜けちゃうんじゃないかなっていう気がします。でも一応念のためにやっぱ寄生虫はね、伸びてきたらちょっと声が高いんだよな、どっちかにすると。はい、じゃあこちらのケースでいきそう。あとちょっとお話を。なんか新聞大好きだから、この夏新聞にくるまってこう汗かいちゃうのかな。ああ、うん、それもあるかもしれないですね。そうも、ね、じゃあ、まあ
コンディショナーとティーツリーオイルスプレーを、まあ、できれば1日2回ぐらい、特にあのここにかけてほしい。それからあとね、食事の時間なんだけど、食べる時間、この子と性別どっちでしたっけ？男。はい、ちょっと私に映る。あ、ごめんなさい。これ映ってた。ごめんなさい。はい。一回止めて。